きました。めっちゃ熟睡した。これ飲みます。朝はよし、煮込むか。メガネはどこだ。私の朝はメガネを探すとこから始まりますね。あった、おはようございます。俺の野菜汁、あー、いただきます。いただいてもよろしいですか。いてて、いてててて、耳が痛い、耳が痛い。耳が痛い。痛い。OK、OK、OK。おはよう。なんで痛い？軟骨開けたから。出るかな。軟骨痛いよ。おはようございます。おはよう。爆睡したわ今日。許してもらってはないけど、うん、コメントしてくれたから、そのこと覚えてるよ。あ、昨日はありがとうございましたって書かなきゃ。昨日はありがとうございました。ありがとうございます。あー、ヨギママさんでしょ。ヨギママさん、さっきもちょフォローさせていただきます。ごめんなさい、こっちフォローしてなかったわ。ありがとうございます。初コメさん、ヨギママさん、ありがとうございます。もういつもあのアーカイブでも見てました。藤沢さんとのコラボも、あの赤鬼の格好してるのとかもほとんど見てます。ありがとうございます。今度お邪魔します。はいはい、もう全て見てます。もう親友さんなんで、はい、こちらこそありがとうございます。嬉しい、見てらしかった、嬉しいわ、幸せだわ。おはようございます。あとね、あのネット農事配信頑張ってください。ありがとうございます。ネットの上のとこに花火投げたりコメントしたのごめんなさい。ちょっと調子に乗りすぎました。ごめんなさい。もう二度とねしません、そういうこと。ごめんなさい。すいません、ありがとう。今日も可愛い、ありがとう。ごめんなさい。文字ダメだよね。ヨギママ本物だよ。おはようございます。私トスなので。そうなんだ。ありがとうございます。たまに方言出るとね。ありがとうございます。
さってないっしょ。うわすげえ。おお、豚汁の匂いがする。何マンスリーって。アンさんありがとう。イライラしないよ、イライラとか。おはよう。ありがとう。暖房つけない。つけてない。昨日何も悪いこと。レオナちゃんおはよう。ちょっとトイレ行ってきます。ごめんなさい。コーラック。前ビーフシチュー作った時、なんか煮込みすぎてお肉固くなったんだけど、そうならないよね。
OK って何？じゃあ俺も誰に絡んでもいいの？散歩、あの仕事中だからできない。食べましょうか。うわ、なんかゲロに見えるわ。おはよう。スプーン持ってきます。見せようか。こんな感じ。昨日食べてない。何時頃？多分11時過ぎ。具材はこんにゃく、大根、人参、もつ、こんにゃく、もつ鍋よくする。一生懸命作りました。自分でも味見しかしてないね。食ってはないね。あ、食べたか。焦げてるとこ食べたか。焦げてるのを食べたぐらい。ネギはね、ルイジさん嫌いだから入れてないんだな。汁あるけど、だいぶなんか吸っちゃってんのかな。それとも温めたら出てくるんかな。取りもした。なんでこねくり回してんのって、あの焦げないように。でお酒かお水足してもいい。あーね、何味噌使ったの？タニタの無添加の減塩味噌だからちょっと白っぽいんじゃない。赤味噌だったらもうちょっと黒っぽくなったと思うんだけど。弱火で触らないね。はい。
はい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 。やっぱ大根とかこんにゃくの存在感がいいね。いつもこれで食べてダイエットするわ。こんにゃくと大根。もつ煮込みです。まだ水足したくない。レイジさん仕事。味見しよっかね。まずスープを。スープをね、いただきます。すげえ。生姜がめっちゃ効いてる。美味しいんじゃない？うちはあんまりもつ煮込みっていうものを食べんから分からんけど、美味しいんじゃない？とはルイジさんがなんて言うかだね。ただなんだろう、優しい味っていうよりかはパンチが効きすぎてる。なんでかっていうと、ニンニクを一株丸ごと入れたりしてるから、生姜もね、なんか男の人が好きそうなもつ煮込みになっちゃったかも。優しい、食堂とかにあるもつ煮込みの味じゃない気がする。ただスープはまあうちは美味しいと思う。七味入れる？ラー油とかもあるけど、ラー油は味変わっちゃうか。七味？
美味しいわ。従事さんのレシピを完全再現しました。まあ美味しいんじゃないこれ。七味ないね。どっか行ったわ。ない。あ、味濃いね。まあめっちゃ味濃い。まあでも豚もつだし、豚汁に近いっちゃ近いかも。味噌入ってるし、味付けとかも豚汁っぽいじゃん。具材も豚汁じゃん。人参こんにゃく。水入れる？このままでいいんじゃないかな。じゃあちょっともつとこんにゃく、大根ね。そのままでいい。水いらない。これね、もつとこんにゃくいただきます。実食。柔らか。ブニョブニョって感じ。あんまもつは好きじゃないのに、ホルモン。柔らかい。大根おいしい。いいんじゃないでしょうか。大成功です。もつ鍋有名だね、福岡。でもあんまり好きじゃない。お豆腐入れても美味しいの。ゆうじさん37。お皿あるけど紙コップいっぱい余ってるから洗い物したくないし。濃いめで OK。 世渡り上手、やった。ゆいじさんは11時過ぎ。許してくれたら分かんない。一応誤ったし電話もたくさんかけたけど。厚揚げ絶対美味しいわ。火止めます。これでまた置いときます。 OK。 東揚げってなんだろう。
さつま揚げじゃなくて。トイレ行ってきていいですか？何着てって言うて、手洗ったから。トイレにあるじゃん、手洗うとこが。おはよう。タバコって灰皿に置いてから手洗うやんか。うっせえな、彼女をしやがって。気持ち悪い。おはよう、あっさん、ありがとうございます。あっさん、あっさん、ラブンセキブリゲイソフトバンク、あっさんが寝てて現状一流のあっさん、おはようございます。ありがとうございます。ラチさん、おはよう。タオルトイレにあるわ。見せる、わざわざタオルを。そう、今日もついてるついてる、ありがとうございます。ついてるついてる、イエイイエイ。ねえから、ねえからって言ったやつ120号、209号、120号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 209号。みんな覚えて、番号120号209号、
120号、209号。はい、どん。謝れ謝れ。120号、209号。120号、209号。盛り上げ猫さん、ありがとうございます。ありがとうございます。素敵な写真ですね。120号、209号。あ、ごめんね。だって120号許す。いつも見てます、潜って。ありがとう、バーバさん。120号、また209号。他言ってた人たち、みんな教えて。209号。120号お利口だね。謝るわけないよね。洗ってます。お前は誰？もしかしてカメラかなんかでも取り付けていつも監視してるわけ？じゃないとそんなこと言えないよね。おはようございます。確かに。ってことで残りは、あの、おはよう、ありがとうございます。残りは、ルイジさん帰ってきてから配信します。いや、今日めっちゃぐっすり寝たから、なんかまだ眠たいんだよね。ピースさん10個投げないです、ありがとうございます。ピースさん、ピースさん、ラブの先ビリゲイソフトバンク。ピースさんがいないと言っていけない。 EV さんもありがとう。 EV さんがラブの先ビリゲイソフトバンク。 EV さんをいないとやっていけない、超チルなピースさんと EV さん、ありがとうございます。今日のお夕飯はまだ決まってないです。ありがとうございます。匿名さん、匿名さん、ラブの先ビリゲイソフトバンク。匿名さんがいないとやっていけない、超チルな匿名さん、ありがとうございます。仲直りはねしてはない。バーバさん、ゆっくり休んでありがとう。火を消しました。何またそれ。みたらちゃん大好きです、ありがとう。バスローブじゃん、セットアップ、寝巻きズボンな、これズボン。はい、喧嘩したけどうちのせいですね。通話してない、出ないから電話、あの仕事中で視力悪いです。でも今近いから外していて、痛いもん、本当に痛いもん、内身みたいな痛さも、ここが痛い。1週間くらい痛いんだ。いつ開けたっけ、一昨日ぐらいか。今日ワンワンにコメントしてた。いや、うちブロックされてるから、ルイジさんに、この携帯から勝手に、ワンワンさんのことだから、うちは知らない。なんで喧嘩したの？うちがネットの王子のとこにコメントして花火投げたりしたから。赤く腫れてる。やっぱ嫌な気持ちになったんだよね。
うん、だからうちが悪いよ。うん、ちょっと調子乗っただけ。調子に乗りすぎたって感じ。なんかコメントが煽ってくるから、まあ、コメントのせいにするわけじゃないけど、コメントになんかまんまと流されて、え、見たら花火投げろやみたいなコメントがあって、その通りにしてしまった。ひみちゃんおはよう。それで大花火投げちゃった。2000円。月詰め。え、わかんない。なんで怒ってるかわかんないけど。それもあるんじゃない。お金のことと、男に投げたみたいな。え？俺ワンワンに無料投げてフラフラしてたから怪我すんなよってコメントしただけ。え、てかさ、その人の配信見れるの？うちの携帯はなんかブロックされてるんだけど、ルイジさんに。自分の携帯では見れるわけ？そんなコメントあったから、え、見たらもっとエフェクト付きの投げろやみたいな。ブロックされてたけど今朝解かれてた。ほーん、へえ、なるほどね。よかったやん。ルイージワンワンにめっちゃコメントしてる。うん、あ、みっちゃん見てた。うん、あったよね、エフェクト付きの投げろやみたいな。ちょ、181しつこいんだわ。うるせえ、251も。看護師さんに軟骨痛いって言ったら、痛み止めも、もうよかったじゃん。うちの方が痛いわ。おはよう、ダッキーさん。ん？ルイジさんにどうして試合しちゃったの？見てたんじゃない？ちょうど。お前の分の薬、あ、そうなの。え、ありがとう。お、ペーペーバージュさん久しぶり。今朝はゴミ出しってもらってるわ。明るそうだね。付き合いましたよ。
ありがとう307個。でもうちは悪いことしたとは思ってる。おでこぶつけてないよ。瞳孔開いてないけど、本当に開いた瞳孔見たことあんの？こんなんじゃないからね。本当黒目がね、黒目ってね、ここちょっとじゃん、ちょーんってあるじゃん。本当にガン開きになるんだからね。そういうこと見てからそういうこと言った方がいいよ。4つありがとう。ありがとう、体調気をつけてありがとうございます。ほんと久しぶりだね。あ、守れてますよ。あ、でも昨日何回もしちゃったな。そういうさ、告げ口みたいなの線がいいよ。見ざる言わざる聞かざる。251はしつこい。ありがとう、2665。これからご飯食べるので、はいじゃ、はい。誰々がなんとかって言ってたよみたいなこと言うなよってこと。ダンシングベイビーってなんだろうね。もともとね、あの奥舞台ですね。うん、楽しみ。耳は今は痛くないけど、触ったら激痛だね。内耳みたいな痛さも。ありがとう、ラチさん。2225も ずっと目つけてるから、ゾロ目好きだから覚えやすいんだよね。222そうそう、一度に2回も開けたじゃん、バンバンって。で2回目がめっちゃ痛かったの。2回目は上かな、下かな、あ、下かがめっちゃ痛い。うん、分かってるよ。あの NG 引っかかってますよ、ゆうきさんって人。誤爆かな、ゆうきさん。ゆうきさん、シングルって書いてあるけど、明らかにチャラい見た目のゆうきさん、誤爆かな。ゆうきさん、ゆうき、このマーク。もつ鍋じゃない、もつ煮込みですね。おはよう。ふみたろの好きな鍋はキムチ鍋。明らかにチャラそうでしょ。ほらみんな見て、ゆうき。
野菜ジュース、ルイジさんの大好きな、なんかルイジさんの可愛いとこって決まったものを毎回買うんだよね。それが可愛くない？これを毎回買うんだよ。これと紫のやつ、それが可愛い。決まったものを絶対買うみたいな。これ100円ローソンのこれ、そういうとこ可愛いよね。ねえ、ブレないみたいな。あと絶対買うものこれ、これこれも毎回買ってくるのよ。これも好きみたい。かわいいよね。かわいい。ん？野菜ジュース作るの超めんどいやん。もういいね。NG ワード入れるわ、ムカつくわ。もうあの女の名前出すなや。イラつくわ。イクラちゃん、自分音の名前出すやんって。何音って？うちも嫉妬深いよ。彼女だからね。全部嘘。本当？そのジュース新商品、最近あんたらしくなった。本当？そうなんだ。125号。いや、誰であろうとやきもち焼くっしょ。女は女なんだから。女のどんなとこ嫌い？ベタベタするところ。前はフルーツのジュースだったねん。それすら俺しか飲んでないし。ベタベタするところ、甘えた声使うところ、人のものを取ろうとするところ。人のものっていうのはね、女がおるね、女がおるね、男をなんか取ろうとするところ。綺麗。あと群れるところ。あとうん、態度が変わるところ。残り9分で終わります。自己紹介じゃないわ。特定の女のことも、あ、そうだね。誰とは言わんが。うちはみんなに言ってないだけで爆弾持ってるから。爆弾言わんだけで。だから誰々に謝ろと、謝れとか言われても謝らん。二度と。一切。あの持ってるから絶対言わないけどね。口止めされてるんで。11時まで暇やね。配信しろよ。マジか。爆弾持ってるから。爆弾で、地雷とかじゃないわ。
みんな聞いたらびっくりするよ、うん、でそれを知ってるから悪く言うし、何謝れって言われても謝らん。自信こんかったらよかった。いつか言うかもね、いつか言うかもね、ほんとだね。言わざる。アロイさんありがとう。美顔器のついてるから。今日機嫌悪い。みんなの方がじゃない。嫌われてなんぼだから。好かれたくない逆に。11時まで暇。もう一回打ったこれ。さっきもこの言葉じゃなかった。爆弾持ってるんで、特大なミサイル並みの。だから女は嫌いなんだよ。調子に乗んな。いい顔しやがって。キモいんだよ。尻がある。ぶっちゃけうち3人だけだからね。3人だよ。別に3人でやりまんじゃなくない？3人。ながる、しんやっちょ、ルイジ。ね。3人。たったの。そしてさ、その3人とも他に女がいたわけじゃないし、うちはなんか女の影ちらつかせてる人のことをやろうかなとか言わんもん。うん、ねえ、少ないよね普通に。別に普通って感じじゃない？みんなが純粋なだけで、みんなはあの何、別荘に行ったら何になるの？あ、処女になります。別荘に行ったら。やっちょにいたことうち知らんかったもん。延長するか。ね、で例えばうちが別の人間で、ね、うちが別の人間でよ、あのうちじゃない、これはうちじゃないとして、うちはまた他に配信してて、その子とレイジさんが喧嘩しました。でルイジさんが一人になって、なんか女とコラボするってなって、あのね、その女、うちはその女で、あ、喧嘩したんですね、あ、じゃあ行くわっつって、ね、行くわっつってね、絡むとするやんね。そしてね、うちはそのうちやったら心配するし、仲直りしないんですかって、した方がいいですよって言うし、なんか、まあ、その人がチャラくて